丸亀市総合運動公園は、香川県丸亀市にある運動公園。丸亀市所管の丸亀市総合スポーツセンターと、香川県所管の香川県立丸亀競技場からなる。丸亀市総合スポーツセンターの管理は、公益財団法人丸亀市体育協会が、丸亀競技場は4連行グループが行っている。丸亀市市街地の南西。 国道11号と香川県道33号高松、全通寺線沿いに立地している。市所管の施設と県所管の施設を合わせた総面積は26.3ヘクタール。計画決定面積は37.8ヘクタール。丸亀市スポーツセンターは、丸亀市のスポーツの核を担う施設として1972年に着工。 1973年3月の陸上競技場会場を皮切りに、テニスコートや市政80周年記念事業の丸亀市民体育館など、その他の施設も順次建設された。1990年代、老朽化した香川県立や島陸上競技場に代わる施設が必要となり、1993年に丸亀市スポーツセンターの隣接地に、 香川県立丸亀競技場を建設することが決定。1994年に丸亀市スポーツセンターと合わせて丸亀総合運動公園とする都市計画決定が行われた後、1997年に丸亀競技場が完成した。2006年に市民体育館でプロバスケットボール高松ファイブアローズがホームゲームを初開催して以降、 県内を本拠とするプロスポーツチームが東校園内施設でホームゲームを開催する機会が増えている。J リーグに所属するサッカークラブ、かまたまーれさぬきは丸亀競技場を本拠地としてホームゲームを開催。2010年10月に丸亀市により野球場の計画が発表された。丸亀市と香川県高校野球連盟。 四国アイランドリーグプラスの香川オリーブガイナーズと競技の上計画された。合わせて大型遊具を備えたプレイエリアと人工水路を持つ浸水エリア約5000平方メートル、芝生広場約1200平方メートルも整備された。総工費は約35億円。正式名称は丸亀市民球場、愛称はネーミングライツの導入により、 四国コカ・コーラボトリングスタジアム丸亀と決められ、2015年3月1日オープン、した。丸亀市民体育館香川県立丸亀競技場、丸亀市民球場。ありがとうございます。